2023年6月7日水曜日9時からのザ・ヒーナキャットのプププぷアップなお時間でございます。気がつけばもう2023年も半分が過ぎようとしていますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。メッセージご意見ご感想等はひーちゃん .radio@aol.com hichan.radio@aol.com までお待ちしております。それでは最後まで震えてお楽しみくださいませ。はい、皆様今宵も始まりましたザ・ヒーナキャットひーちゃんでございます。先週1週間ライブを終えて新しい1週間が始まり、もう水曜日でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。このね、1週間ライブについてはその中盤ぐらいからいろいろお話ししていきたいなと思うので、まず冒頭では何を喋ろうかと今考えておりましたが、私やはりねセルフネイルがねちょっと今楽しくていろいろやってるんだけど、やっぱりその学んでるネイリストになってる人とはやっぱ全然違うんだろうなと思って、すぐ取れちゃうんだよね。綺麗に絵っていうか、そのなんだろう、柄とかは綺麗に入れられたりするんだけど、持ちが悪いっていうの、まあ指先をよく使うからなのかもしれないけど、そのやってもらったお金を出してそのねお店でやってもらったやつとはなんかねやっぱ少し取れ方が違うっていうか、浮いてきちゃうっていうか、やっぱまだ全然自己流だからさできてないんだろうなとか思ったりして、なんか教えてくれる人がいたらいいなとか思いながらさ、 YouTube とかにねいっぱい載ってるけどね、こうしたらいいですこうしたらいいですみたいなさ、けどやっぱそれもね実際に教えてもらうのと見てやるだけとはまた違うからねと思いながらさ、いつか素敵なね綺麗なネイルで1週間2週間 3週間ぐらいちゃんと持つネイルができてくれたらいいなと思ってさ、やっぱり甘皮をね綺麗にね処理するのが難しいっていうか、特に私右利きだから右手の爪はね結構難しいなって思いながらやってます。でもよく取れるのは左だったりするんだけど、ちょっとよくわかんないよね。多分右手はさ、なんかなんだろう、缶開けたりとかさいろいろするじゃん、物開けるのに使ったりとかさするけど、左手はギター弾くだけで別に爪を剥がれるようなことをやってないのになとか思っているんだけど、どうなんでしょうかね。ちょっと今度近場にネイリストがいるので聞いてみようかなと思っております。そんでもってね自分でもできたりしてね、なんならねメンバーのネイルとかもできちゃったらちょっと素敵じゃないねとか思ってたりする。私の最近の目標はネイルをできるようになることとなっておりますので、それをいつかちょっと実現できるようにやっていきたいなと思っております。そんなこんなで今日の1曲目はですね、その1週間ライブでは演奏しなかったんだけど、割とこの曲好きですっていうのを聞くのが多くて、だからそれをちょっと皆様にお裾分けしようかなと思っております。それでは1曲目聞いてください。ザ・ヒーナキャットでマスカットン。So
ザ・ヒーナキャットと申します。水曜日9時は私と一緒に遊びましょう。ザ・ヒーナキャットのププププアーブ。はい、というわけでマスカットン聞いていただきました。さあ、ここから1週間ライブの思い出話でもしていこうかなと思うんだけど、なんかひーちゃん、ひーなキャット、喋らなければいい女、ペッパーシックスって4種類のことをね、私はこの7日間でやらせていただいたんだけれども、やっぱり全部が全部違って、そして全部が楽しいじゃない。だからすごい、まあ、頭の中はパニック状態だったんだけど、結局全部で何曲やったのかなとかいろいろ考えてて、まあ、1日だいたい10曲ぐらい、まあ、10曲12、3曲までやってたんだけど、そう考えても、まあ、7、80曲は歌ってるわけで、なんかそれでも超元気な私って本当に日本人じゃない本当に地球人じゃないのかなとか思いながらいろいろねやってて、まだまだ体力は有り余ってて、1ヶ月ぐらい全然連続でライブできんじゃないかなって思ったりしてる。でも最終日に機材を搬出するじゃない。で、月曜日に搬入して日曜日に搬出したわけよ。だから火水木金土は電車で行ったし、積み下ろしがなかったのね。それだからできたのかなって思ってる。これが毎日さ、車で移動して荷物下ろしてライブして荷物片付けて荷物入れて帰ってってやってたら、多分体力は持たなかったのかなって思ってる。なんかね、やっぱ入り時間が遅いとかはあるけれども、平日だから。でもあの積み下ろしはね、本当にね、一番体力を使うと思うの、ライブでやるよりも。だからその中の時間はさ、本当ライブをすることだけに集中できたから、全然疲れはそんなになかったなと思うし、でもワンマンやるよりも気持ちは疲れたっていうのはある。なんかワンマンライブは、まあ、自分しかいないわけじゃん。で、自分しかいなくて、その、まあ、今まで全曲やるっていう体でやってたから、その曲さえ練習すればよかったわけよ。なんかで、歌詞もカンペ書いて、自分の曲だから、まあ、メロディーは分かってるしみたいにやってたんだけど、やっぱり対バンさんがいると、その対バンさんのことも考えて、対バンさんのお客さんがどういうノリなのかとかいろいろ考えながらやってかなきゃいけないわけじゃない。まあ、その前に対バンを組むことがすごい大変だったんだけどねこの日どうですか、この日どうですかっていうのをさ、やってって。でね、私がね、一番最初に声かけたのがポモドーロちゃんで、でポモドーロちゃんいつがいいですかって言って、土曜日がいいですって言ってくれたんで、土曜日にポンって、もうそこだから決まって、じゃああとはどうしようかなと思って考えてて、まあ、日曜日はやっぱりすごいライブにしたかったわけよ。最後だしファイナルだしって言って、で、あー、これはペッパーシックスやりたいなって本当に思ったのね。ペパシーそこでやったらいいんじゃないかなと思って、最初はペパシーのワンマンにしようかなと思ったんだけど、でもペパシーのワンマンっていうかさ、ペッパーシックスを知ってる人がどんだけいるのよっていう話じゃん。だからあんまり知らない人が多いんだろうなって思ってたから、でいうのもあって、そのマリーちゃんとかといろいろお話しして、でイグの皆さんもちょっと巻き込んで、こういう風にしたらどうだろうかみたいに言ってくれて、わあ、その激アツスリーマンってただマリーちゃんが大変なだけですねみたいな感じになったんだけど、でもそれで、でも日曜日のライブは本当に良かったと思わない？私あのライブすごい良かったなって思いました。個人的な感想ですだけどね、すごいいいなと思ってて、あとやっぱヒーナキャットの曲をイグが弾いてくれる、でイグの曲を私に歌わせてくれる、なんかすごいね、いいなと思いました。でより距離が縮まったのかなと思ったりして、ちょっとね、マリーちゃん以外はさ、やっぱりまだ、え、マリーちゃんも全然オーラあるんだけどマリーちゃん以外はやっぱりなんか、なんか別の世界の人みたいな雰囲気がまだあってさ、でもそれがちょっとずつ近寄ることができたのかなっていうのは、私の中ですごい大きな進歩というか、なんかイグジストトレイス先輩っていうよりも、イグジストトレイスと仲いいぜぐらいまでは言えるようになってきたかなってちょっと思っております。でもやっぱりね、あの人たちはね、なんだろうね、見た目というか風格というか、なんだろうね、すごいなって思いました。改めてああいう人が近くにいてくれるっていうのは、こっち的にもね、すごいいい刺激になるし、これからも目標にしていきたいなと思う。やっぱりね、見た目っていうのは、まあ、大事だし、そんなに大事じゃない部分でもあるんだけど、やっぱりステージに立つ上ではすごい大事だなっていうのを実感した。まあ、だからさ、去年1年かけて私すごい
ちょっとね医療ダイエットとかしてみたりしたんだけど、まあ、結局ねその医療ダイエットっていうのもさ食べないっていうか食べないようにする食べたくないようになるわかんないけどそういう感じだったから結局食べれば戻るわけじゃないだからそう食べても健康に何すごいブクブク太らないようにするっていうのはやっぱ日々の努力なんだなっていうのも思うし、まあ、もちろんねいっぱい食べても太らない人もいるし全然食べなくても太る人もいるしだからそういうのも人間の体質それぞれの人の体質だと思うんだけどやっぱそういう面でも気を使っていかないとステージに立ってその何音楽で勝負するなんだろう音楽以外も売るじゃないチェキとかもそうだけどだからそういうのも売る上では商売する上ではちゃんと心がけていかなきゃいけないところもあるんじゃないかなっていうのを再確認できた1週間ではあるなと思う。いや衣装だったりさやっぱり T シャツジーパンでステージ立ってる人よりはさちゃんとしたねかっこいい服着てね可愛い服着てやってくれてる方がさ見てて楽しいじゃない私も見ててそう思うからそれはちょっとこれからもやっていきたいなと思い喋らなければいい女はちょっとね統一感のある衣装にしてみたりしました。どうでしたか？スーツっていうのかなスーツ的なスーツじゃない的なわかんないけど新しい衣装にしてきましたのでこれからはその衣装を着ていったりもちろんね前の衣装も着ていったりしていこうかなと思っておりますので乞うご期待でございます。そんな喋らなければいい女でございますが2周年のワンマンライブが決定いたしました。2014年の1月17日 Spotify オーネストっていうところで渋谷のそのオーウェストオーイーストオークレストみたいなそういう O 系列のライブハウスで、まあね、キャパがあれ250って書いてあったんだけど、まあ、レックも250って定義はしてるけれども多分150ぐらいなんだよねマックス。だからそういうのでちょっとキャパ大きくしようかなと思ってそこのネストで1回やらせていただこうかなと思っております。ちょっとね平日水曜日の平日なんだけれどもまあみんなちょっとね有給取って来ていただければなと思ってるし東京の人はね、来れるんじゃないかなと思ってるので渋谷の方が行きやすかったりとかしない？わかんないけどなんかそういうので来ていただけて応援していただければなと本当に思っております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。チケットの詳細とか諸々などは随時発表していこうかと思っておりますのでお待っててくださいませ。じゃあここで一旦 CM 挟みます。ザ・ヒーナキャットのプププププアップ。こちらの番組は宮田製菓様の提供でお送りさせていただいております。ちょっと小腹が空いた時に一口サイズでとっても食べやすいヤングドーナツの歌作らせていただきました。その他にも素敵なお菓子たくさんございます。疲れた時にリフレッシュ、会議やパーティーなどにもお使いくださいませ。大好きなお菓子を食べてハッピーになりましょう。さてさて後半戦でございますが私今週はですね土日しか予定が入ってないんだけれども予定っていうかねライブの予定はね入ってないんだけれどもマジアコースティックワンマンとかいきなりねいきなり違うものをやる私もう頭おかしいんじゃないかなと思うんだよねこれでさヒーナキャットワンマンとかだったら全然いいわけよ普通に今まで通りやればいいんだけどえなんでよりによってアコースティックワンマンってちょっと思ってる。しかも飛行機で福岡に行くからね私謎すぎないこの日程自分で組んでるから誰にも文句言えないんだけどさでもその週末に向けてちょっとこのね1週間はマジで練習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 でございます。カンペをどういう風に作ろうかなとも考えてるしちょっとねねえちょっと初披露する曲とかもあるから、まあ、セトリはちょっと考えててねその初披露する曲をどうやってやろうかなとか思ったりいろいろ考えておりますっていう感じでございますね。だから一生懸命練習したりとかあとは
何やろうかとか通販か、通販のやつをやったりとか、動画撮ったりとか、しゃべんなでリハ入ったりとか、いろいろする予定でございます。なんかやることがあるっていいよね。その1週間ライブの時って本当にライブをやる終わりみたいな感じだったから、そうじゃない作業とかさ、いろんなことができるっていいなって思って過ごしたりしております。ちょっとねマッサージとかもね行きたいなと思ってて、ちょっと予約したりとかしてて、そういうのもちゃんと体のメンテをねしっかりしていきたいなと思ってたりもしておるのでございますよ。ということでね、私は今月見たい映画がいっぱいあるので、前回もさ映画見るって言ったけど、ちょっとそれはね実行していきたいなと思ってるし、多分水曜日までには1回ぐらい見に行ってるんじゃないかなって思ってて、やっぱねワイルドスピードは全部見てるしね、岡田くんのさ最後まで行くっていうあれサスペンスなのかな、なんかああいうのを見たいなと思って。あんまりさ邦画洋画どっちも好きだから、なんかいるじゃん結構邦画は見ないとかさ洋画は見ないとかもいるけど、もう全部私はまんべんなく見るので、見ないのはラブストーリーとか、あとドキュメント映画とか、ドキュメンタリー映画わかんないけど、そういうのは見ない。もうね、誰なんかね、人がね必ず何かちょっとね殺人的なのが起こったりとか、グロい要素があったりとか、あとサスペンスが私には必要でさ、サスペンスが必要かちょっとわかんないけど、コナン君だってさマジどんだけ人殺してんのよと思うじゃん。だからそういう映画が好きで、だからそういうのをちょっとやっぱちょこちょこ見に行きたいなって思ってるし、あそういえばさ、その今その映画で思い出したんだけど、下北沢でライブやってる時に1週間あったからさ、結構毎日同じ道通るわけじゃない、電車とかで、であ何この店知らないっていう服屋さんがあって、でそこをねあいいなーって思って火曜日に通ってたけよ。そしたらマリーちゃんがなんかコンビニ行った帰りに全然帰ってこなくて、えマリーちゃんどこ行ったんだろうと思ったら、そこの服屋さん行って服買ってきててさ、ちょっと待てよって言って、ちょっと私も行くわっていう話になって、でマリーちゃんはその日に2回同じ店に行くっていうことをして、で私はそこでちょっとね超可愛い T シャツを3着買わせていただいて、いつだったかな、いつだかこの1週間のライブのどれかで1回は来たんだけど、その中にさまだ着てないのがさ、ソーってあるじゃん映画のジグソーのさ T シャツがあってね、もう超可愛くて、これをいつ着ようかなってすごい悩んでるね、悩みまくってる。もうなんかそれがめちゃくちゃ可愛くて、もうあれは多分夏リピートしまくるなって思っております。あのお店はいいよ。なんかね映画のなんだ、映画の主人公の T シャツだったりとか、あと何だったっけな、あとあそう猫ちゃんの T シャツとか、あといっぱいあったんだよ、すごい。ハンバーガーとかもあったけど、でもすごいね質が良くて、素材も良くて、絵も可愛くて、だからねちょっとあそこはねちょこちょこ見たいなって思っている。ちょっと素晴らしい素敵なところで、餃子の王将の近くにある T シャツ屋さんですよかったら行く機会がある方いらっしゃいましたら、ぜひ見に行ってくださいませ。で私の買った T シャツ、お揃いのがあったらぜひぜひ買ってください。ジグソーは1個しかなかったけど、なんかねアベンジャーズみたいなのもいろいろあったよ、すごい可愛いからいいよね。なんかさヴィレッジヴァンガードとかにさよくポスター売ってるじゃない、あのなんか飾る用のお家とか飾る用のポスターとかさ、いつも可愛いなと思うんだけど、ポスターってそんなに家に貼んないよなって思って生きてたわけ私は。でも今の家に引っ越してから壁にねポスターめちゃくちゃ貼ってる、ヒーナキャットのポスターも貼ってるし、貼ってるというか刺してる壁をでぶっ刺してるんだけど、でちまきさんがさちょっと天国に行っちゃってから、ちまきさんの写真とかめちゃくちゃ貼ったりとかして、結構もう壁が壁じゃなくなったりしてるところあるんだけどね。でもそういうのにやっぱポスターとか貼る人は貼るんだろうなって思って、ヒーナキャットのね今ガチャガチャのあたりがポスターだったりするから、そういうのもなんかどっかにね貼ってくれたら嬉しいなとか思ったりしております。あそうだ、私さ手ってかすごい体がずっとむくみ体質 でそれをちょっとツイッターに載っけたらすごいみんなが心配してくれてさね、気をつけないとなと思ってて、でそれの検査はちゃんとしてて、検査結果を聞きに行かなきゃいけないなと思ってるんだけど、1週間ライブが始まっちゃってみたいな、今ちょっと大変なので、ちょっと今週来週はねその検査結果聞きに行ったり病院とかいろいろ行こうかなと思っております。大丈夫だと思うので、健康だと思いますのでご安心くださいませね。健康第一だからね、音楽を続けるっていうのもね
大事なことでございますので、それもちゃんと仕事のうちと思ってやっていこうかなと思っております。そんな私が1週間ずっと食べ続けられるものはもずくと答えたこの1週間ライブの締めでございましたが、もずくは健康なの？なの？だと思って食べてるんだけど、もずく、めかぶ、納豆、味噌汁とかは体にいいんじゃないかなと思って毎朝食べるようにはしてる。どれかしらね。でももずくをさ、この間上条ちゃんちでさ食べさせてもらったの。私結構さ、あの売ってるやつ、カップで売ってるやつとかしかあんま食べたことなくて、まあ、お水とかは別にしてね、そういうのしか食べたことなくて、なんか袋で売ってるもずくで三杯酢を自分で作って食べたら美味しいよって聞いて、あ、で食べさせてもらったらめちゃくちゃ美味しかったし、より酸っぱくできるから自分で作ると、それを今最近やってる。パックで買うよりは安いのかな、高いのかな、わかんないけど、でもそっちの方が好きな量食べれるからいいなって思って今もずくにハマっております。しゃべんなのメンバーは何だっけ、たっちゃんがカレー1週間食べれて、マリちゃんが米と味噌汁、まあ、これはずるいよね、絶対食べれるじゃんね、米と味噌汁で、え、その次がカミちゃんの、あ、スモークサーモンと何つってたっけ、やばいよね、塩分取りまくりみたいな。でもほんとね、カミちゃんはね塩分お化けだから気をつけなって言ったのよ。で、私も含めさ、お酒飲むじゃない、お酒と塩分ってやっぱり相性抜群でさ、だからねどんどん進んじゃうんだけど、どっちも。でもやっぱりお酒を一日飲まなかったりするとさ、体が楽だったりするから結構毒なのかなって思ってたりするので、それもね含めて気をつけていきたいなと思っております。さあ、そんな感じで今週来週の復習予習をしていきたいなと思います。ザ・ひなキャットさん、6月の11日昼間ですね、こちらは2時20分オープン、2時半スタートかなの福岡西陣ジャムルトというところでアコースティックライブで、これねピアノが置いてあるんだけど、本物のねアップライトのピアノが置いてあるんだけど、壁に向いてるわけですよ。だから御苑ロストと一緒なんだけど、あのね壁に向きながら歌いますので、皆様は私の横顔もしくは後ろ姿をお楽しみいただいていただきたいなと思っております。ちょっと GoPro を頑張って持ってって、 GoPro は前から撮れたらいいかなって思ってたりするんだけど、まあ、会場にいる皆さんは、まあ、生歌と生のピアノと横顔と後ろ姿を楽しんでくださいませ。右側の方に座ってくれればギリ横顔いけるんじゃないかなって思ってるので、まあ、いろんな楽しみ方、まあ、ちゃんとねおしゃべりもしていこうかなと思うので、素敵なワンマンライブできたらなと思っております。そして私はね月曜日に帰ってきまして、次の日6月13日は池袋アダム、これ初めて行くんだけど、なんかすごい狭いらしい、まあ、行ったことないからわかんないんだけど、すごい狭いらしいです。そこでザ・ヒナキャットじゃない、間違えちゃった、喋らなければいい女、銀幕さんの企画に呼んでいただいて、そちらぶちかましてこようよかなと思っております。銀幕さんとやるの超久々だし、銀幕さんの歌大好きなんだよね。歌うまいしさ、 顔で歌うしさ、なんかよくわかんない面白い芸みたいなのするわけじゃん、ライブ中に歌手ですみたいなこと言ってるけど、歌手じゃないようなこともするから、すごい面白いし楽しみにしております。またね詰まった日程ではございますが、ていうか関東でもその池袋を逃したら当分ライブないんじゃないかってぐらいなので、ぜひぜひお見逃しなく来ていただければなと思っております。そんなこんなでザ・ヒーナキャと1週間ライブ無事に終わることができて、これからもどんどんいろんな曲を作っていってね、毎月7日にはしゃべんなのシングルが出てと、みんなもねてんやわやで忙しいと思いますが、これからもどうぞどうぞひーちゃんよろしくお願いいたします。じゃあこれは今日はちょっと早い終わりでございますが、はあ、よくしゃべらせていただきました、ありがとうございます。また来週楽しくおしゃべりしていけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではザ・ひーなキャとひーちゃんでございました。また来週。Mama